相模川でメーターオーバーを100、すごいでかいの撮ったよね。110ですね。110センチ。あれも話題になったよね。そう。あれね、凄腕を一旦やっぱ離れて、うん、やっぱ凄腕ってどうしてもアベレージで80を、まず揃えなくちゃいけないから、うんうん、80センチをお移りになっちゃうんだけど、うんうん、それ繰り返してると多分もっとでかいサイズをお移りっていうのが自分の中でできないだろうなっていうので一旦こう凄腕から離れて、うんうん、結果がちょっと運よくついてきたって感じで、で一本だったらさ、まああるじゃん。そうなんですよね。で釣った人は何だって言えるからさ、うん、でとこう2年後ぐらいにまた出したじゃん。その年ですよ。その直後。その直後か。メーター10釣って、でやっぱメーターはずっと意識してて、今思うとねちょっと高飛車な言い方かもしれないけど、なんとなくやっぱメーターの追い方は覚えたんで、で間違ってないのが分かったんで、ソルストに取材に来てもらったんですよ。後日の取材で。その時に今年の秋多分2匹目取れるって言って、その秋にもう1匹。2匹目でございます。あ、おめでとうございます。こうやって釣るんですよ、久保田さん。2本目でね、俺もあこの人絶対本物だと思ってかなり関心持って、あのブログのお気に入り登録みたいな入れて、それ以降ね久保田さんの動画全部読んでたんだよね。でも相模川は俺ミラクルワークスの増田さんとちょっとやったりしたことあるぐらいだけど、うん、ポイントも乏しいじゃない。こうそうですね。でね、東京湾のようなさ、荒川とかキュエドみたいな、うん、人がいっぱい入れるようなさ、みんなが並んでやるようなとこもあんまりないじゃないじゃない。そうですね。そう、ただやっぱその地形変化にもやっぱ乏しいんですよね、相模湾って、うんうんうん、ただ海図で見ると相模川の沖合と大磯だけが海溝みたいのがすごい近くまで来てて、うんうん、沖合2キロ行かないうちにも水深400メートルまで唯一その辺が行って、多分なんかそれがメーターを読み解く地形なんだろうなっていうところで、なんでなんで、それどういうこと？やっぱこう普段から沿岸にメーターが寄ってたらもうちょい数釣れてると思うんですよね、うんうん、メーターって。で漁師さんとかとやっぱ話すると、うん、魚探には移るとか、うん、90後半とかそういうのが結構沖合で定置に入るとか、メーターは、うんうん、いうの聞いてて、やっぱ普段はちょっと沖にいるのかなっていうところから、何らかのタイミングで入ってくると。そうで、結局それだとは地元でもう釣りやってて昔メーター釣ったことがあるとか釣れたとか、うん、なんかそういうの全部ノートに書いていくと、もうすごい日付の偏りがあるんで、うんうん、もうそういう時にそういうところを寄ってくるんだろうし、その開口説もやっぱそこが一番大物が多いんですよね、うんうん、出るのが。ヒラメが一時期メーターオーバー釣ってすごいこう大騒ぎになったのもやっぱ多い人ですし、へえすごい、さすが。まあでもその探求心とかね、ブログでもさしてたんで。そう、まあね、サラリーマンやりながらなんで、うん、仕事中でも妄想でね、現のそういう推理っていうのは楽しめるんでね。銀ちゃん、あ、この間知り合いがメーターオーバー釣りました。いいですね、メーター釣りたいな。俺も 7,8 年釣ってないな。男のロマンですね。昔はなんかね、こうデジカメとか SNS とかいろんなのでメーターっていう話だけ回るときが多くて、本当か嘘か分かんない話がいっぱいだったんですけど、最近はね、あのちゃんとメジャー乗っけて、あ、これ本当にメーターあるねっていう魚がちゃんとね情報として出てくるんで、夢がありますよね。あ、そうだ、確かアピアのランカークラブ復活するらしいですよ。だからまたね、アピアに80センチ以上釣ったら、別にどこのルアーでもいいし、アピアの竿じゃなくてもいいんですけど、80センチ釣ったら、メジャー乗っけた写真と、仏文字の写真を送ると、アピアのね、ランカークラブのサイトに出て、シールもらえるんですよね、80アップっていう。で、80アップ、90アップ、100アップっていうね、こうシールもらえるんで、ぜひね、やってもらいたい企画、ぜひ参加してみてください。で、アピアが狙ってんのは、まあ、それでね、盛り上げたいっていうのもあるんですけど、あの、集計してくれるんですよ。で、去年1年間とか、この2年間で、100センチが一番釣れたのは何県です、みたいな感じで。で、僕の確か記憶では、新潟県と熊本県だったかな、が1位。長崎だったかな、1位、2位が。だから、ああ、ここなんだなって、もう、長崎、熊本、鹿児島、新潟なんですよね。で、九州だけだったら、まあ、大陸も多いんで、そうかなって感じだけど、新潟ですからね、大陸じゃないんですよね。丸鈴木でメーター。で、確か2位だったと思うんですよね。だから、やっぱ本州にもね、チャンスあるなって感じだよね。
去年もやってたら富山県が1位だったんでしょうね。相当釣れましたよね。あ、浜さん。あ、もう復活してんだ。ごめんなさい。じゃあもうランカークラブね、やってますんで、ぜひね、応募してください。で、やっぱね、僕も自分の車開けると、フィットケースが釣るように入ってるんですけど、80アップ、90アップ、100アップってシールが3つ並んでるのは、まあ、ちょっとした自慢というか、それ見るたび嬉しくなるんで、ぜひね、3つコンプリートしてみてください。3本送んないといけないんでね。なかなかいないと思いますから、3つシール揃ってる人。これ流す釣りは本当利点しかないよな。なんでやんないんだ。ブアは巻くもんです。ブアは流すもんです。それを感じるもんです。流すもんですけど、ここはあえてポジショントークで巻く派に転じこう。いや今の絶対下手したら80あるかも。ちょっと魚体見えなかったんだけど、うん、バイトの出方とエラーラしないでね突っ込んでくる感じ、うん、いやだってここ入ってたもん。うん、うん、このさ硬いですからね、うん、あこれは重いって思ったよ。すいません。水深80センチぐらいのところで食ったね今。絶対ねモンスターはねこういう頼りない微波動が好きなんだよね。好きですよね。じゃあたまに僕はまだ日本だけからそんな語れるほどでもないんですけど、それでも聞かれるのが、うん、メーターって例えば上手い人が撮ってるとも限らないじゃないですか。うん、そうね。で、何が違うんですかって、やっぱポイント違うんですか、狙い方違うんですかって聞かれるんで、なんか僕はまだよく分かってないけど、多分その辺が違うってカッコつけて言ってる時あるんですけど、何が違うんだと思います。今時点の浜さんの気持ちです。気持ちって考えてです。100% 一個言えるのは、うん、メーターオーバーが育つ環境の下で釣りをすること。うんうん、それが一番の条件。うんうん、香川県の俺の地元の綾川っていうところで、俺90オーバーすら釣ったことがない。うん、なるほどね。もちろん、そのランカーに特化した地合いみたいなのはもちろん、あって、一晩に8ランカーを数本釣れるようなタイミングがあったとしても、90オーバーすら出たことない。30センチ、40センチのシーバスばっかり釣れるポイントでは大きいサイズは出ないのでしょうか？時期的な問題でしょうか？流れの強いポイントなどを選べばいるのでしょうか？ということですね。はい。まずですね、30センチ、40センチのシーバスをたくさん釣る反応を取っていく延長線上にランカーサイズがいるってことはないです。ゲームとしてはないです。ただ自己的にやってたら釣れたってことは結構あります。それはたまたま違う群れとか地合いが変わったり共存してるので、その80が食うタイミングになった時も投げてたから釣れたってことで、だから長くやってる人だとそういう経験してる人多いですね。長いっていうか1日そこで6時間やってたりする人なんかは最後にランカー釣れたとかそういうことあると思います。でやっぱでかいサイズ釣りたかったら最初からランカーを狙った組み立て方をしていかないといけなくて、でそれはやっぱりベイトとか水深とか流れの速さ、流れの強いポイントを選べばいいかって書いてあったけど、まあ、間違いなく流れの強い方にいるんですが、それだけじゃねランカーにたどり着けないと思うんで、まあ、それまたいずれね別の動画にしますが、まあ、そういう感じでね別の場所を探していった方がでかいのは出せます。